今度こそ、鎌田大地さん AC ミラン移籍へわらわらわら。ブンデスリーガのフランクフルトに所属する日本代表ミッドフィールダー鎌田大地26が、セリエ A の AC ミランへ移籍する見通しであることが28日、わかった。関係者によると、3年契約で合意したとみられる。すでにフランクフルト対談は決まっており、前週20日シャルケ戦後にトップの前にある程度決めていると言及していた。今季はリーグ32試合で9得点7アシスト。これ以上ないくらいという実績を残してステップアップを実現させる。AC ミランはリーグ優勝19回の名門で、今季は欧州チャンピオンズリーグ CL4 強。イタリアメディアカルチョメイトは、年俸300万ユーロ約4億3500万円で基本合意したとも伝えた。何回ミランに移籍してんだよ。これは確定。本当か？ちなみランは現在勝ち点2差の4位で来年も CL 確定。これはすごい。ホンダの後継者や。あかんやんけ。ついに決まったか。やばくね。名門ミランにガチの主力として移籍だぞ。プレミア1強だろ。今年はセリエが CL、ELE、CL 全てで強かった。久しぶりやん、日本人がイタリア行くの。ちなみに今朝のロマーノ。鎌田大地と AC ミラン。基本的には口頭合意があり、クラブは楽観的だが契約するまでは慎重である。ヨーロッパでの入札の合間に、鎌田はミランを選んだ。契約は2028年6月まで有効です。すべてが計画通りに進めば、7日以内にメディカルチェックを受けられます。ヒアウィゴー出るまで信じない。